動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。はい、本日はですね、気になる商品ご紹介。はい、といたしまして、最近ね、気になっている商品をご紹介していこうという、動画となっております。まあね、コンビニだったりだとか、スーパーで売ってるものを中心的に紹介してるんですけども、本日ご紹介する商品はこちらです。じゃーん、トマトとスパイス香るチキン辛いカレー。こちらなんですけども、デリーさんですね、銀座だったりだとか新川にありますデリーさん監修となっております。結構以前にもね、デリーさん監修の商品ご紹介したことあるんですけど、もうこれね、本当にハズレがないと言いますか、まあセブンイレブンさんと、デリーさんのタッグなんですけども、まあこの組み合わせであんまり間違うことはないかなといった感じで、結構食べられてる方のレビューとか見るとかなり美味しかったりだとか、皆さん食べやすい感じになってるということなので、本日ご紹介していきたいと思います。本日のカレードン。はい、ということで、これチンするだけなんですけども、まず、このですね、辛いカレーってことですね。カラヒカレーって何ですかってことなんですけども、カラヒっていうのは、パキスタンの煮込み料理でございまして、中華鍋みたいな、このちょっと底の深い、鍋があるんですけども、そちらで、作った煮込みのやつがカラヒカレーなんで、チキンなんで、今回はチキンカラヒカレーとなってるということで、マトンだったりだとかもあるっていう感じの、そのカラヒカレー、たまにある置いてあるお店だったりだとか、まあ普通に置いてある店もあるんで、まあちょっとね、これ食べてみて美味しかったりした方はお店で食べてみるっていうのもいいと思います。それではね、早速これチンするだけなんで温めていきたいと思います。はい、というわけで温め終わりました。もうこれ普通にね、剥いていくだけなんですけど、もうこの時点で、ね、結構カレーのいい匂いする。なんかコンビニとかでね、普通にチンしてもらっても、前の人がカレー買ってたらすごいその列カレーの匂いするみたいな。さあ、それではオープンです。おーしょ、もうしっかりチキンが見える。煮込まれてるんでトロトロですね。ライスの方もね、ボリューム的にはしっかり申し分ない感じで、そしてこれをシャーってやるタイプかな。シャーってこうね、いただきます。じゃあまずルーの方から。お、美味しい、すごい美味しい。ちゃんとトマトの感じもありますし、辛さ的には中辛ぐらいっていう感じかな。あのスパイスの感じもふわっと口の中広がりますし、結構カシミールに近い感じかな。このチキンも案外入ってるっていう感じもいいですね。合う、美味しい。めっちゃ柔らかいってことはないですけど、ちゃんとまあ歯ごたえもありますし、硬くもなくって感じかな。辛さはほとんどないんですけども、結構スパイスの香りだったりトマトの酸味もありますんで、あ、香りがね、めちゃくちゃいい香りで、辛いの苦手な人は辛いって感じちゃうかもなっていう感じかな。うん、結構幅広い層の人も食べやすいかなっていう感じ。うん、もう本当にざっくり言っちゃうと、食べやすいスパイシーなカレーみたいな感じかな。苦味とかは特にないんですけど、トマトの香りもあるし、うん、おいしい。このライスともね、一緒に食べてみて、またちょっとね、香りがふわっと高くなるんで、結構コンビニのカレーでこんだけお肉入ってれば嬉しいんじゃないかなと思うけど、なかなか大きめのチキンが入ってた。うん、うん、完食です。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。さすがデリーさんでセブンイレブンさんといった感じで、もう食べやすくてですね、スパイシーなトマト香る本当にチキンカラヒだなっていう印象で、幅広い層の人にも食べやすいですし、辛味的には中辛ぐらいなんですけども、スパイスの香りだったりだとか、今もねちょっと内側からポカポカしてくる感じがあるんで、まあ、辛いかなっていう感じる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、全然その辛味的には中辛ぐらいっていった感じで、これがね、そのコンビニで買えるっていうのはなかなかすごいなって思いますし、値段も550円なんで、お手軽に、家でも食べれるといった。で、セブンイレブンさんなんで、まあお近くにある方なんかはね、サクッと買えますし、もうすごいなと思います。すごく食べやすいですし、スパイシーな感じもありますんで、ぜひね、食べたい、あ、ちょっとなんかスパイシーなカレー食べたいなって、サクッと食べたいなっていう時に、すごくもってこいな、カレーだと思います。は
い、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッターもちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。